リースお願いします。今日はですねこちらリドムのリングティップハーフスリーブシャツを皆様にご紹介して、この夏どんなアイテムを揃えていくべきなのかっていうところと、皆さん今後夏服を買っていくと思うんですけども、どういった状況でどういったものを買い揃えるのが果たしていいのかっていうところを合わせて皆様にお話ししていきたいと思います。じゃあ早速行ってみよう。はい、という本日はこちらのリングジップハーフスリーブシャツを皆様にご紹介して、この夏皆さんがどういったものを買い揃えるべきなのかっていうところをお話ししていきたいなと思います。でですね、こちらのナイトガーキーは以前こちらの動画で、軽くご紹介しました。で今回こちらの動画で初登場となりますこちらのネイビーのリングジップハーフスリーブシャツ、どうですか、色味めっちゃ可愛くないですか。で今回はこちらとナイトガーキーを重点的にご紹介していきたいと思います。でなんですけども、皆さん今後いろいろね、夏物の服買っていくと思います。シャツだったりとか、あとは T シャツだったりとか買っていくと思うんですけども、こちらのハーフスリーブシャツはその習慣をいくんですよ。というのも T シャツってやっぱりカジュアルなものだったりとか、あとはものすごくシンプルなものなんですね。で反対にこういったシャツはそういった T シャツをよりアクセントを加えてくれたりとか、よりこう清潔感を加えて、かなりね綺麗めの印象があるアイテムなんですね。でそんな中でこちらのハーフスリーブシャツはその中間をいくものすごく中和されて、ものすごく使いやすいアイテムなんですね。でさらにあとは皆さん高校でさ T シャツ1枚で過ごすっていう時期あると思うんですよ。であとは無地の T シャツを買っていく方多いと思います。僕も当然買っていってます。でこういった無地の T シャツリドムから出させていただいてますが、大変人気で今ね完売状態で買えないんですけども、その中でずっと無地の T シャツだけで過ごしてたらやっぱり自分も飽きてくるし、あとは世の中のねファッションのアイテムっていっぱいあるんですよ。でその中で夏って暑いのでアイテムが限られてしまうんですよ。で反対に冬はいろんな洋服着回せる時期でもあるんですけども、でもそんな夏でもいろんな洋服着回してほしいんですね。でそんな中でめちゃくちゃおすすめしたいのがこちらのリングジップハーフスリーブシャツなんですよ。でそれは何でかというと、3点ありまして、それがまず襟があるっていうところですね。襟ってものすごくきれいめの雰囲気を印象プラスしてくれます。ですので T シャツ1枚だけだともしかしたらねカジュアルな印象になりすぎてしまうこともあるんですけども、でもこういった襟だったりとか、あとはポイント1冊目につながっていくんですが、こういったハーフジップがあることによってきれいめの印象をプラスしてくれて、さらに夏清潔感を与えてくれる、そんなアイテムになります。さらにはこの生地がシャツ生地なんですよね。シャツ生地なんで T シャツでは実現できないような、そんなこうシャツならではのその素材感も楽しめるのも魅力的なポイントでございます。こちらのコーディネート白のね無地 T のコーディネートで、大変こうウェアにご好評いただいたコーディネートなんですね。でも僕この無地の T シャツばっかり着てたら、今ありがたいことにこうウェアのねフォロワーも日に日に増えてくださってるんですけども、この夏頃すごくね飽きられてたんじゃないかなと思うんですよね。ですけどもこういったようにたまに違った無地の T シャツ以外にもシャツのコーディネートだったりとか、あとはこういったように着こなしで遊んでみるとか、スターコーディネートもしていくこともとても重要なんですね。夏ってやっぱりアイテム数が少ないから単調になりすぎてしまうんですけども、こういったシャツを中にこうタックインしてみたりとか、少ないアイテム数で着方だったりとか、あとはシンプルの中にもこう楽しむ要素っていうのはものすごく重要なんですね。でその中でこういったオープンカラーシャツだったりとか、ハーフスリーブシャツはものすごく重要なんですよ。はい、ということで早速着ていきましょう。せーの、来ました。いかがでしょうか。めちゃくちゃ可愛い、本当に大好きで、今回こちらのリングジップハーフスリーブシャツを例にとって、今後皆さんがどんなアイテムを買っていくべきなのかっていうところを解説していきたいと思います。トレンドが2個3個載っているものを選ぶとものすごくかっこよく見えるし、あとは自分も楽しくなっていくんですね。それ何を言ってるかっていうと、そのファッションの楽しみ方っていろいろあるんですが、トレンドを反映させてるとものすごく楽しいし、あとなおかつ人が人のことがおしゃれだなと思うにあたって、トレンドが反映されてることもものすごく重要なんですね。でその中でトレンドを1個2個3個と考えることもできて、例えば今オーバーサイズが流行ってるんですよ。しさらにあとはリングジップも流行ってるんですね。でさらにハーフジップもものすごくトレンドとしてあるんですね。で今挙げたこの3つが反映されてるのがこのリングジップハーフスリーブシャツなんですよ。
肩が落ちていたりとか、あとは袖口の部分もほんのり肘が隠れるサイズ感だったりとか、身幅もほんのりここに広くて、でハーフジップ、リングジップなんですね。なんでトレンドが3個乗っかってるんですよ。ものすごく今選ぶには旬なアイテムなんですね。別にトレンドが乗ってない肩がジャストサイズでクルーネックティーもいいんですけども、それだとどうしてもトレンドが0個なので、トレンド的に今かっけえなっていう風にはならないんですね。でそうした中で今着てるとものすごくかっこよく見えるのは、こういったリングジップハーフスリーブシャツだったりとか、まあ、オープンカラーがもう去年から引き続きトレンドなんですけども、オープンカラーとさらにあとはオーバーサイズのもの、そういった部分でこちらはトレンドが2つ乗ってるんですね。さらにこちらのねパウダーパープルに関しましてはほんのりパープルなので、紫もねこのトレンドの1つなので、トレンドが3つ乗っかってるんですね。っていうことを考えると、そういった風に相手もねただがむしゃらに自分の感覚だけでは選ぶのではなくて、今実際にトレンドが何があるのか、トレンドはアイテムによって何が乗っかってるのかってことをしっかり考えながら買い物するだけで、皆さんの中で絶対に失敗しない買い物ができます。例えば失敗したアイテムって何なのかっていうと、自分の感覚だけで選んでいざ着て出かけてみてもあんまり受けが良くなかったりとか、あんまり自分の中でしっくりこない時が多いんですね。それは何でかというと、理論を隔てて考えてなくて自分の感覚だけで買ってしまって、翌日の自分の感覚では違ったりとか、習慣後の自分の感覚では違うことがあるんですね。でもこういったトレンドだったりとか、あとは理論を隔てて考えれば、周りからの評判もものすごくいいし、1週間後2週間後トレンドが大きく変わってることは全くないので、そういった部分でぜひ、まあ、そういった選び方をしてみてください。なので僕ね結構それを2年前ぐらいからやってるんですけども、ほとんど買い物で失敗することはないんですね。トレンドをまず自分の中でリサーチする、まあ、こちらの動画でも解説してるんですが、今後かなりね夏バージョンとしてトレンド動画出すのでお待ちください。でそういった動画を見る、で見た上で自分は何が欲しいのかのを考える、でそういった中でリドムのサイズを見てみるとか、あとはドータウンとかでその自分のチームとトレンドとかをしっかり兼ね備えた上でぜひね選んでみてください。でそんな中でこちらのリングジップハーフスリーブシャツはものすごく心の底から皆様におすすめできるんですよ。だから今ものすごく大好評いただいてて、本当にありがたいことにこちらリングジップシャツだけで1000枚を超えました。ありがとうございます。こちらのオープンカラーシャツに関しましては、ありがたいことに今こちらはパウダーパープルがもう完売してしまいました。でじゃあ昨日再販いたしましたので、今ならまだ買える状態でございます。さらに正直数はねまだこれ言及できないんですけども、ハーフジップシャツよりももうすごくこちらのオープンカラーシャツ大変ご好評いただいております。ありがとうございます。さらにこのねシャツが好きすぎて熱くね熱弁させていただきたいんですが、横から見たシルエットと後ろから見たシルエットとさあ違うぜということで、前から見たシルエット全部違うんですよね。 T シャツも僕全然着るしいいんですけども、まあ横から見た時と後ろから見た時と前から見た時、まあほとんど違いはないんですよ。なんですけども今こちら襟があることによってどこから見てもこう表情が違うっていうのがものすごくいいなと思います。さらについ夏さどこかこう清潔感があるといいんだけども、このねジップがあることによってものすごく好印象を与えてくれます。さらにはナートカーキやベージュやネイビーあるんですけども、どれもね着回しがめちゃくちゃしやすいカラーなんですよね。こう思いっきりガツンと開けてこうやって着るスタイルもいいし、あとは上まで締めると結構ね印象も違ってくるんですよね。なんでほんのり開けたスタイル、そして全部開けたスタイル、でそして上までガッツリ締めたスタイル、状況によってねこう使い分けられるのもいいのかなと思います。黒スキニーと合わせてもかっこいいし、こちらのワイドパンツと合わせてもいいし、あとはこの先さ、まあ、夏が終わって秋に来るじゃないですか。で秋ねアウターと合わせる時に、こちらのコーディネートのようにトレンチコートとか、あとはアウターの下に着てもインナーのアクセントになってものすごくアウターの表情が変わってきたりとか、ものすごくおすすめなんですよね。なのでぜひ、まあ、今後皆さんがアイテムを買うときはぜひトレンドが2個3個乗っているものだったりとか、あとは肘のこのラインが隠れるところ、折れた時にちょうど裾も一緒に折れるぐらいのサイズ感が今年はマジでたまらないです。なのでこちらのオープンカラーシャツもそれぐらいかなり大きいです。ですのでぜひ皆さんもそういったところを意識して買い物してみてください。でなんですけども、さらにこれがめちゃくちゃゲチパラいなと思ってるのが、これ5800円で買えちゃうんですよね。なんでこれだけコットン 55% ナイロン 45% の複合された素材にできていて、非常にこう肌触りも良くて快適に過ごせる素材で、なおかつこれだけ魅力が詰ま
ったアイテムが今ね5800円でお買い求めできるチャンスでございますので、ぜひ気になった方は下の概要欄もしくは下のカードからご覧になりますので、ぜひお時間ある方は覗いてみてください。マジでいい。はい、全身がこんな感じでございます。いかがでしょうか。非常にゆったりとしてて、今年のねトレンドのね雰囲気もめちゃくちゃありますよね。で、今回ワイドパンツとスキニーパンツどっちも合わせていきたいなと思っております。まずはじめにワイドパンツを合わせています。今ヘインズの M サイズのものを着ています。はい、XL のねヘインズの T シャツと合わせればこれぐらいのねほんのりこうレイヤードが外れたような T シャツの丈感になるかなと思います。で、次に白スニーカーを履きました。いかがでしょうか。白スニーカーもめちゃくちゃいいよね。なんでそれでクリーンなアイテムとの相性もいいなってところがこの T シャツの魅力かなと思います。最後で黒スキニーと合わせてみましていかがでしょうか。やっぱゲシパラインで黒スキニーは安定すぎて言うことはないかなと思うんですけども、まあ、ビッグサイズに黒スキニーは非常に相性がいいです。ですので、まあ、この先こう皆さんがこう、まあ、その何を買えばいいのか分かんないって方は、まあ、ぜひね黒スキニーを合わせてみてもいいのかなと思います。はい、というの本日はこちらのリングチップハーフスリーブシャツをご紹介して、今年どんなものを買えばいいのかっていうところを紹介しました。ぜひ今回ご紹介したこちらのリングチップシャツや、あとはこちらのオープンカラーシャツは下の概要欄もしくはこちらのカードに載ってますので、ぜひご覧ください。じゃあ今僕が履いているリラムの黒スキニーも下の概要欄に貼っていきますので、ぜひチェックしてみてください。で、ここから皆さんに大切なお知らせなんですが、なんとですね本日22時からリドームの新作がリリースされます。イエーイ。ということで、こちらのリドームのオープンカラーシャツあるんですけども、こちらのオープンカラーシャツのストライプ柄の新色がリリースされます。イエーイ。で、なんと3色、こちらのストライプ柄のシャツとこちらのストライプとこちらで、マジでどれもマジでさ超かっこいいじゃん。なんで、でそれ気になる方は下の概要欄ぜひねチェックしてみてください。ぜひぜひそちら楽しみに待っていただけたら幸いでございます。そしてここからは音声でお知らせさせていただきます。なんとですね、以前速乾してしまったこちらのリドームのチェックワイドスラックスがなんと本日夜の22時に再販することが決定いたしました。ですので、まあ、以前の告知ではこちらのチェックワイドスラックスの新色とお知らせさせていただいたんですが、なんとこの度再販不可能となっていたこちらのカラーが再販できることが決定いたしました。そして音声のお知らせ2つ目なんですが、こちらのセンタープレスが入ったリドームのアンクルスラックスがですねこの度2色リリースすることが決定いたしました。で、カラーがなんとブラックとグレーですので、ぜひそちらゲットしてみてください。では音声のお知らせ以上でございます。ありがとうございました。そしてさらになんですが、今ねこちら完売状態であります、シワがつきにくい、かなり涼しく過ごせるマイクロスパンオープンカラーシャツのブラウンとネイビーがこの度リリースされます。イエーイ。ということで、ですのでブラウンとネイビーね間違いないカラーですので、そちらね、今夜22時この動画があと2時間後ですね、楽しみに待っていただけたら幸いでございます。ではこちらの動画少しでも参考になったりよかったよって方は、ぜひ高評価チャンネル登録などお待ちしております。では次回の動画でお会いしましょう。以上、銀次郎の動画でした。ありがとうございました。